どうもヒカルです。こんにちは。ゴールデンカムイ。ということで皆さんご存知でしょうか？ゴールデンカムイ。ヤングジャンプって雑誌で野田悟先生が去年かおととしぐらいまで連載してた北海道を舞台にした近海争奪サバイバルアクション漫画なんですけど、これめっちゃ面白いんですよ。僕も一応全部読んでね、一番好きなキャラはアメハダシトンなんですけど、で今日はですね、そんなゴールデンカムイの実写版映画ゴールデンカムイ、これ見てきたんで、ちょっと喋ってもいいですか？ありがとうございます。僕今23歳ですけど、生まれてこの方この23年間ずっと北海道で暮らしてるわけですよ。でゴールデンカムイも大好き、僕が住んでた街とかもちょこちょこ出てくるんですよ。だからそんな僕がこのゴールデンカムイの映画見ないわけないじゃないですか。だから見てきました。めっちゃゴールデンカムイでした。はい、めっちゃゴールデンカムイだし、めっちゃゴールデンカムイでした。まあ皆さん今なんだこいつ何言ってんだとか思ってるかもしれないですけど、後々わかりますから、僕が言ってた言葉の意味。ということで今日はそんな映画ゴールデンカムイについていろいろ話していきます。お願いします。ではまずどういうお話かというと、日露戦争とかがあってから数年後の北海道、日露戦争を生き残った元軍人、不死身の杉本こと杉本彩一という男、こいつはですね、北海道の川は砂金が取れるぞという噂を聞いて北海道の川とかを巡ってるわけですよ。でももう全然砂金取れなくて、もう誰かが取ってっちゃってるんですね。で野営をしてたらね、同じ拠点で野営をしてたおっちゃんが杉本にこんなこと言うんです。面白い話があるんだ。あんた今砂金探してたけれども、北海道中の砂金はアイヌの奴らが全部回収してったんだ。アイヌのパワーをつけるために金塊とかにして保管してたんだよ。でもある日、何者かがそのアイヌの金塊を全て分取って北海道のどこかにそれを隠したんだ。で金塊を隠した犯人は網走の監獄にぶち込まれて、刑務所にいる24人ぐらいの死刑囚に金塊の在りかを示した入れ墨を掘ったらしいぞ。そんで今脱獄囚たちは北海道中にチリチリになってるからよ、こいつらを集めたら一攫千金のチャンスだぜなんてことを言うんです。でそれを聞いた杉本も、おい面白そうやんけ。でそっからなんだかんだありまして、杉本はですね、そんな金塊を手にするために自分のことをヒグマから助けてくれたアイヌの少女アシリパと共に北海道に隠された金塊探しの冒険、そして壮絶な戦いに巻き込まれていくみたいなお話なんですね。これすごかったのがさ、めちゃくちゃ原作再現率高いのよ。その雪景色とかさ、ヒグマの CG とかさ、入れ墨人皮のクオリティとかさ、そういう再現率もめちゃくちゃあるんだけど、今回キャストもめちゃくちゃ力入ってて、特にヤバかったのが玉木宏ね。玉木宏が鶴見中尉やってるんですけど、もう鶴見中尉なんすよ。僕アニメ見てないからわかんないですけど、僕がその漫画で読んでた鶴見中尉がそのまんまそこにいるの。だって普段の玉木宏だってさ、すげえイケメンでさ、すげえハンサムで、すげえかっこいい人じゃないですか。すごい優しそうなオーラも漂っている、すげえハンサムな男。でもこの鶴見中尉見てよ、強人じゃん。強人そのもので、この言動とかも最初はあーなんかちょっと玉木がよぎるな、鶴見中尉見てるんだけど、頭に玉木ヒューンってなってるんだけど、終盤まで見ていけば完全に鶴見中尉なんですよ。あ、そうか、玉木宏って鶴見中尉だったんだ。ワンチャン鶴見中尉玉木宏の先祖説あるよ。そんくらい玉木宏が鶴見中尉しすぎててめっちゃ怖かったんだよね。でそれで言うとアシリパさん、今回山田杏奈ちゃんが演じてるんですけど、めっちゃ可愛くて、山田杏奈がやりますってなった時は、全然歳違うじゃんみたいな、一部の奴らがさ、わーわー言ってたんだけど、僕結構ぴったりだなって思ってて、うわ、山田杏奈がアシリパさんやるの最高じゃんって思って、蓋開けてみたら、もっと最高だったね。うわ、もう俺がイメージしてたアシリパさん、そのまんま、コメディシーンと、ちょっと感動するシーンと、覚悟決めるシーンとか、もう表情の使い分けが、マジで野田悟。あの子、作画が野田悟。で、あの一番ね、皆さんが気になる、まだ見てないよっていう人が気になるポイントとしては、杉本の山崎賢人どうなんだっていうところだと思いますよ。僕もね、正直山崎賢人って聞いた時は、いや全然じゃん、あってなさすぎる、永瀬智也でやってくれってずっと思ってて、永瀬智也でやってタイヤチタタクして食べてくれって思ってたんですよ。でもこの最近のキングダム 1,2,3 とか見てて、あ、いけるぞ山崎賢人ってね。上からすぎるけど、山崎賢人これいけんじゃねえかって思って、で今回ね、このゴールデンカムイで山崎賢人の演技に期待して見てみたらさ、すごいすごいよ山崎賢人。いやもうね、
山崎賢人です。はい。今となっては、杉本役、山崎賢人しか考えられません。はい。おみそれ。マジおみそれした。このゴールデンカムイっていう作品は、ネジ外れた人間しか出ないんですね。まあ、なんて言ってもメインキャラが死刑囚だから、死刑囚24人ぐらいと、ヤバすぎる軍人たち。だから、もう頭のネジが飛んでるやつしか基本出てこないんですけど、その中でも杉本が、具を抜いてネジぶっ飛んでるんですよ。一番いいやつに見えて、実は一番狂ってるっていうキャラだから、それをね、こう、演じられたらすごいなって思ってたんですけど、もうね、わかるんですよ。うわっ今ここネジ外れた。今山崎賢人のネジが外れた瞬間を見ているっていう。覚悟が決まった顔。それ決まるも決定の決じゃなくて、カタカナの決まるなんだけど、覚悟と何かでガン決まってる表情、目つきを、クンクンってするのよ、山崎賢人が。人を殺したら地獄行き？じゃあ俺は特等席だな。ちょっと俺山崎賢人じゃないからできないけど。これはぜひ見てほしい。この山崎賢人の凄さ、体感してほしい、マジで。体つきもね、すげえ良かったんですよね。この山崎賢人のラッコ鍋見てーって思ったもんね。で、この映画は原作の3巻ぐらいまでをやるんですよ。だからもう本当に序盤、めっちゃ序盤、いよいよ出発だってところで終わるんですよ。いろんな奴らが出てきて、これから俺たちはどんなことをやっていこう、どういう意志で何をやっていこう、頑張ろう、アシルバさん、おう、わかったぞ、杉本、俺もついてくぜ、白石みたいな、そこで終わるんですよ。だから、この映画が初めてのゴールデンカムイっていう人は、多分めっちゃ楽しいと思うんですよ。めっちゃ楽しいし、うわやばゴールデンカムイおもろって思うと思うんですよ。でも原作読んでる身からすればガラやんけまだ始まってないってなる。だから今回が初めてのゴールデンカムイだった人、まだ始まってません。あなたが見たのはゴールデンカムイではありません。ゴールデンカムイこっからです。復帰してからが始まりなんで、楽しみにしてて。今回が初めてのゴールデンカムイだった人、あなたもいつか勃起する時が来ますから、そのタイミングを待っててください。まぁ、ちょっとここからネタバレありというか、この映画に対する本音。本音を喋ろうかなって思うんですけど。まぁ、良かったんですよ。めっちゃ良かった。原作ファンとしてはすげえ満足な出来なんですよ。マジで、俺今ゴールデンカムイを見たな。ゴールデンカムイを見に来て、ゴールデンカムイを見たなっていう気持ちで帰れたんですよ。でも、ゴールデンカムイすぎたなって、ちょっと思うんですよ。だからそれが一番最初に言った、めっちゃゴールデンカムイだったし、めっちゃゴールデンカムイだったっていう言葉の真意なんですけど、良くも悪くもゴールデンカムイすぎるんですよ、この映画。完全なる原作再現、原作から1ミリもブレずにやろうっていう、すげえ心意気めっちゃ伝わってきて、もうあんな人気漫画だし、これまでいろんな漫画たちが実写化されて、そのたんびにいろんなこう炎を受けてきているから、だからそういう気持ちがあって、もう1ミリもブレずにやりましょうっていう魂胆で作られてると思うんですよ。だからもう再現度で言えば、圧倒的ここ数年で見た全ての実写化作品の中でダントツ1位ぐらいで、原作再現度めちゃくちゃ高いんですよ。だったらもうちょっと衣装を汚せよとか思うんですけど、杉本は杉本だし、アシリパさんはアシリパさんだったし、僕もだいぶ前に読んだからちょっと覚えてないところもあるんですけど、展開とか誰と誰がどういう感じで戦っていくとかも多分そんなにいじってないと思うんですよね。まあ、若干の修正とか映画用に合わせた改編とかはあるだろうけど、そんなにその原作から逸脱することはないんですよ。いいじゃねえかって思うじゃないですか。いいんですよ。それは別に悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないし、今から言うのはめっちゃ高望みなことなんですけど、だったら漫画でいいなとかも思っちゃうんですよね。ほんとどっちかだと思うんですよ。漫画の実写版映画に原作再現、完全な原作再現を求めているのであれば、このゴールデンカムイっていう作品はめちゃくちゃクオリティ高いし、めちゃくちゃ最高の作品って思うと思うんですよ。実写版映画に再現度を求めている人たちは。ただ、僕みたいに、まあ僕も再現度とか求めてはいるけど、まずそもそも映画として見て、実写映画ならではの何かしらみたいな、いや、あるじゃないですか。その、何とは言えないけど、なんかそういう雰囲気みたいなのがあるじゃないですか。これはもう映画じゃなきゃできなかったね、みたいな。そういうのがあんまりなかったなー
って。まあ、それはゴールデンカムイの映画やったら、こうなりますわな、っていう。もうこれ別に、あれですよ。もうアンチとかじゃない。ヒデじゃない。全然完璧だと思っている、この映画に関しては。ただ、漫画とか一回取っ払って、映画ゴールデンカムイを見ましょうってなった時に、果たして原作をちょっとでも読んでる、原作を読んだ奴らが、映画ゴールデンカムイとして、この単一の作品として、この作品を楽しめるかどうかっていうところにおいては、ちょっと微妙な気もするんですよ。だって僕が微妙だったもん。すげえ良かったの？アクションとかもすげえよ。雪のシーンで尾形が転がり落ちるところとかもすげえし、もうラストバトルとかも興奮した。うわ、おもろって思ったけど。でもね、なんかちょっとね、もっといいもの見たい、もっといいもの見たいっていう気持ちになってると思うんですよ。だからいいことではあると思うんですけど、なんかね、ちょっと物足りなさというか、今後続編やるとして、なんかもうちょっと映画ならでは、映画でやる意味、実写映画でやる意味みたいな、なんかそこら辺のおもろさ出てくれば、間違いなく、化けるようなって。ほんとキングダムシリーズに並ぶぐらいのシリーズになると思うんですよね。もう話も長いし、ゴールデンカムイも。だからそういう点で、完璧なんだけど、満足はしっかりできてない。完璧だったからこそ、もっと見たいって思ったんですよね。もっと見たいし、もっとできる。もっとやれる。お前らならできるって思うぐらい、すげえ信頼できるし、すげえ再現度だから、うわ、実写みたいな気持ちには全くならないけど、じゃあ、そっからちょっと、もうちょっと行こうかっていう。もうちょっとこう楽しみたい。もうちょっとこの映画、ゴールデンカムイを楽しみたいなっていう、僕としての気持ちが強くありますね。まあ、皆さんがどう思ったかはわかんないですけど、まあ、個人として僕はそう思いましたっていう話。ほんと何回も言うけど、原作再現としては100点。映画としては、70点くらいじゃないみたいな。映画の画の字も分かってない人間ですけど、今では分かってんのかい？映画の絵の字も分かんない人間ですけど、ちょっとね、素人ながら望んでしまう。思ってたより良かったから。最後にさ、いっぱい出てきたじゃないですか。勃起の人とか、ヒロラン家も出てましたよ。いや、ちょっとね、これは、正直、続き見たい。うん、早く勃起したいです。ということで、映画ゴールデンカムイ見ましたよっていうお話でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、最近ポッドキャストを始めました。忘れる話って Spotify で検索してもらえると、僕と友達がやってるポッドキャスト出てくるんで、よかったら聞いてください。X、Instagram、TikTok も頑張ってます。フォローしていただければ嬉しいです。ということで、ヒカルチャレンジでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Ha ha 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 ha.